皆さんお疲れ様です。サバ缶です。本日もスパロボ FTKB 縛りを始めていきたいと思います。前回のあらすじですが、激闘に次ぐ激闘で王者から身の蔵奪取に成功しました。それにより使える機体や戦略の幅も広がりそうです。とりあえず今回はボスゴロットに身の蔵を装備させ、補給もできる空飛ぶ爆弾にしていこうと思います。とはいえパイロットのボスの空適応が脅威の D 判定、地形 B 縛りの上を行っておりますので、戦線への投入は慎重にならなければいけません。そして今回は前後編の後編、気力の調整に関してはかろうじてゲッターのみできましたが、残りは悲惨な状況です。ですのでこのマップでは今さんをメタスに乗り換え、回復薬に専念してもらいます。さて改造に関してですが、使用可能になったボスゴロットを最高の爆弾に仕上げていきます。まずはマジンガーなどからキョバムアーマーを分取り、 HP をモリモリにします。次は HP 改造です。もちろんフル改造、いつでもボスキャラに組みついて相打ちできる準備を整えます。残りの資金の使い道ですが、ゲッタードラゴンの HP を1から5段階、走行値を3から4段階へ、ついにドラゴンもフル改造目前になってきました。あとは乗り換えたメタスとアーマーを剥ぎ取られたマジンガー、この辺の強化パーツをありものでいじって完了です。今回は初期気力の問題もありますので、ひたすらゲッターに頑張ってもらいましょう。分かってはいましたが、メンバーの気力の低さに絶望感しかない。でもね、このマップには強力な助っ人が来てくれるのですよ。さあ来ました、本日の主役。こいつがいるから前編で無茶できたってのはあります。スパロボ F においては間違いなくトップクラスのユニットです。改造次第では短期突破も可能な強烈な強さ、現状無改造ですのでそこまでの無茶はできないですが、心強さは変わりません。前編での長期戦のおかげもあり、気力を通常状態にできたゲッターが灼熱の強さを発揮します。とはいえスーパー系、継戦能力は高くないので他メンツも頑張らねばなりません。気力という名のやる気がなくても、やはり腐ってもエースのアムロさん、陸 B と低い気力なんて足かせ2つ程度じゃ動じないのはさすが。そして今回の主役、魔装騎士 EX と主人公の名は伊達じゃない。
そんな主人公ポジでも、モブ的相手に致命傷を追いかける。それがウィンキークオリティ。さっきも言いましたが、サイバスター、強いからといって現状での短期突破はまず無理です。しかしこのもろさが何とも言えない香ばしいサイバスターの魅力ですね。さて、マップの状況ですが、ゴラオンを前に出して通路でのマップ兵器を狙います。この辺りから、ゲスト兵もいちいち強力ですからね。一体ずつとか相手にしてられません。気力の関係上少々火力不足は否めませんが先手を打つには十分。これを起点に格攻撃破。このマップの基本よね。アムロさんは本日も安定の不殺ムーブ。人は辞めるということ、そして物語の主人公という事実。これガンダム作品のジレンマよね。毎回その事実に直面してうじうじされても萎えるし、かといって見境ないのは感情移入できません。難しいね知らんけど。アムロの気力も通常に戻りつつあります。やっぱすごいよこの男は。12秒前回のネーミング。アカシックバスター初披露です。戦闘シーンの進化に当時は感動したものです。さあゲッターの快進撃でだいぶ敵も片付きました。でもこれから増援来ちゃうんだよなー。ではこの辺で、少し余談かもしれませんが、ミノフスキークラフトについて説明しますか。大した説明もせずに、装備させてボスゴロクと使用可能になりましたじゃわからない人もいるかもですからね。まずわかりやすく言うと、ミノフスキークラフトというパーツは、飛行不可のユニットを飛行可能にする。そういうことです。それに伴い、空適応も A 判定になります。ですので装備しただけではこの縛りプレイにおいて使用可能になるわけではありません。ユニット自体を飛行可能にすることによってさやかさんやボス、他にはエマさんなどパイロット自体の空適応 B と組み合わせられる。そういうことです。本来であれば完全に握手の手法を逆に利用するという形です。まあわかる人には当たり前なのでこんな偉そうに言うことでもないですが、一応ね、説明は細かすぎるくらいがちょうどいいですから。
そして増援でございます。みんなのトラウマキャラでおなじみマクトミン。未だにこいつとの戦闘は緊張感あるのは確実に幼少期の記憶が原因でしょう。増援部隊に関しては先ほどと同様、ゴラオン待ち伏せ作戦を取ります。まるでマップ兵器使ってくださいって構成よね。第4次とかでは多かったよね。おあつらえ向きな市街地戦とか。これで少しでも削っていきます。壁役にはアムロさん。GP1 をここまでがっつり使うっていうのが縛りプレイならではというか醍醐味というか、それができるからスパロボ F はやめられないよね。弱いからかっこいいのよ、 GP1 は。アルファ以降優遇され始めてちょっと萎えたよね。熾烈を極めてきた終盤戦。左右からゼブとマクトミン。前門の虎後門の狼状態です。ゼブに関してはあと1ターンで撤退しますので放置です。ちなみに倒せればここでもミノクラもらえます。通常プレイであればそれなりにチャンスはありますが、この縛りではほぼ不可能と見て虫を決め込みます。ゼブを倒さなくていいとなれば怖いのはマクトミンだけ。ゲッターいれば余裕でしょう。よくレイさんは虫。マップ兵器でひたすら削って倒せそうなやつからとどめ刺す。これはすんごく楽な作業。ゼブさんがいなくなるのがわかると急に強気に出れちゃうよね。これもあるある。さあデジャブかのごときオーラノバ砲。どんな縛りプレイにもゴラオンはセット。これテストに出ますよ。同じ展開が続くと解説することもないのでそろそろ大幅カット入りましょうか。やっぱりというかなんというか、よくレイさんに苦戦した記憶はあんまりないんだよなぁ。こちら側のゲスト残党はまさきさんにお任せします。なんとも心強い。そしてこの辺からプレイがおぼつかなくなってきております。はい、酔っ払って半分寝てます。編集でどうにかしてますがこんなマップでも2時間超えなのです。おっさんは眠くなりますよ。
今回ほとんどカットされていますが、エマ・メタスが大車輪の活躍です。やはり修理役はめちゃくちゃ貴重です。まあ分かってはいましたが、さやかさん全然活躍できなかった。ジョバムアーマー剥がしたから壁役にもなれませんでした。これはミスだね。マクトミンのバスランが火を吹きましたが、こんなこともあろうかとメタスには常にひらめき常用しておりました。珍しく冴えてる水剣プレイ。さあ、ではそろそろマクトミン仕留めていきましょうか。せっかくなので動画的にもボスボロットの自爆から入ろうかと悩んだのですが、めんどくさくなりやめました。やっぱここぞという場面で使いたいもんね。秘密兵器だもん。ということでサイバスターとゲッターで倒しちゃいましょう。ゲッターは一旦補給なので、ここは中二病技一発入れときます。あと一撃、できれば幸運使って倒したい。ではフィニッシュのお時間です。しかしゲッターの必中が切れていますので、幸運使って神頼み。 50% を当てれるか。まああとにはサイバスターも控えていますので、気負わずチャレンジ。少しでも命中補正のあるシャインスパークではなく、ゲッタービームを選択したのはミスではありません。そうです、眠気が限界突破状態でしたので、数秒でも戦闘シーンが短い武器を選びました。願いが通じましたね。見事命中、シールドごと貫通。最後のモブも撃破。長かった。今回は秘密兵器のお披露目はなしでしたね。とはいえ使うときは容赦なく自爆させまくりますよ。ってことで第21話クリアでございます。
前後編2部構成の後編でしたが、さほど苦戦することもなく無事に終われて何よりです。次回は旧シリーズおなじみのあれ、そう、ミデアの護衛です。好きだよね、ミデア守る系。でも個人的にも結構好きなのも事実です。楽しみ。というわけで本日の動画はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、ベルマーク、もろもろお願いします。ではでは、また次回。